ここか、ここで。どこだよ。ベッドで休んで元気になった。よし。なんだよ、牢屋の中ちゃんといたじゃねえか、私。うお、ぶつかった。回復していきなりぶつかるっていう。あ、でもみんなマジックポイントいいね。満タンだね。満タンに佐野さんにガンガン使ってくれるけど。イエーイ。いいよ、いいよ。びっくりした。テンションが上がったんか。怒ったんかと思った。あの子たちはさ、なんかここをクリアした後とか、正気に戻ったりとかするのかね。なんか一応あれやん。仲間とかにはスカウトとかできんやんか。上の階にもいっぱいいる。牢屋の鍵で電子ロックを解除した。え、誰もいません。おう、誰もいない上に何もない。そんな場所もあるのね。何か宝箱ぐらいあれよ。なんだ貴様。超追いかけてくるじゃん。乱心の構え。え、ご乱心。大丈夫か？なぜ自分で混乱するんだ？現実逃避。いやー、どうしよう、どうしよう、みたいな。混乱してそれに乗じて攻撃しちゃえ、的な感じ。おう。さあ、やっつけてしまえ。ほら、超混乱しとるやん。混乱しとるくせにこっち攻撃してくんねよ。仲間を攻撃しろよ。おし。お、ホイミスライムがレベルアップ、やったね。まだまだレベルは低い。ここじゃないね、こっちか。あ、こっちサボテンおるよ。さあ、出ておいで。サボテンさん、あ、話せない。逃げられるなら俺も行く。チャンスは今しかなさそうだ。そうだよ。モンスターの目をかいくぐれればの話だけど。小さなメダルを手に入れた。一応今上の階には、あ、あっちの方にはおるね。上の階にはなんかあんまりおらんけん。頑張って逃げてくれ。ここは？何もないじゃないか。何かあるよ。ちょ、スライムナイト、邪魔よ。そこはなんだ？何もないのか。じゃ、とりあえず、とりあえずすべてあげていこう。何かあるかもしれない。ん？あっこなんかびっくりマークあるね。なんだ？何かあるの？ここは？その隣か、何かあるのは。誰もいない。誰もいないし、何もない。通り過ぎて。よし。バカだな、スライムナイトは。バタバタしてる。お、なんない？囚人を全員助けたみたいだね。それじゃあさっきの部屋に戻っておいで。あんたに渡したいものがあるんだ。4階の部屋だからね。寄り道すんじゃないよ。あ、ありがたい。まさか生きてここを出られるなんて。まだ出られてないよ。これでまた息子に会える。抱きしめてやれる。頑張ってね。ちゃんと。さあ、行くか。4階、4階。邪魔だよ。お、2匹しかいない。この捨て身っていうのは何なの？ちょっと自分の体力減ってんの？ダメージ受けてる風なかったけど。自爆とかとは違うんかね。袋叩き。スライムナイトを袋叩き。おし。レスキングがまたもうちょっとレベル上がりそうやね。スタンバイモンスターが続々とレベル上がっていくよ。イエーイ。こっちから来たよね。はい、2階。あ、またあの場所を私は、かけて行かねばならぬのか。やだなぁ。うん、誰かぶつかってきたぞ。またモンスターたちがいっぱい出てくるところをさ、私は走り回って行かねばならんのだよ。てか、どっちもスカウトしてないな。スカウトしとくか。自動マジックポイント回復いいな。私もそういう特性欲しい。ちょっとスカウトしとくかっていうのにやっつけないでよ。びっくりした。なんかゼロやったんやけど。さあ、どうだ、いけ。27しかないけれども。お、やった、スカウト成功。黒カビ小僧。カビ。
オッケー。いいね、かわいい。この子かわいい。何ハケ持ってんの？じゃ、次。びっくりした。やめてよね。はい、来た、ここ。はい、来たよ、来たよ。来たよ、来たよ。恐ろしい。どこまで追いかけてくるんかな、あれ。今振り返ったらなんか、大変なことになる。恐ろしいことになるかな。やーん。やだー。次はどこだ、どこだ、どこだ。どこだ、どこだ、どこだ。行き止まりだぞ。ウェイ、びっくりした。見えてなかった。見えてなかったよ、アラクレチャッピー。アラクレなのに、チャッピーとか可愛いの、名前。てか、みんな名前一緒なんやね。アラクレジョニーとかおらんの。名前ではないから、それで一つの種族の名前ってことかな。頑張れ、みんな。ビーストパン、技の名前はなんか、かっこいいよね、無駄に。捨て身をしても無駄なんだよ。ほら、すぐに君はやられるから。さあ、行け、あと一匹だぞ。またね、前回の動画から、あの後レベル上げとかもしてるからね。オーベスキングあとちょっとだぞ。前回の動画の時はまだ結構、この辺のモンスター、倒すの大変やったけど、びっくりした。めっちゃ突っ込んできた。今は結構余裕で倒せていて嬉しい限りだ。てかね、タイプ G さ、マジックポイントすぐなくなるんやけど。サミダレ蹴りを使いまくりよるけんかな。連続、あ、やべえ、体力やべえぞ。はい、オッケー。お、ベスキングレベル上がった。ここ結構レベルバンバン上がっていくよね。嬉しい、嬉しい。じゃあちょっと満タンにし、違う、違う。ちょっと満タンにしとくね。満タン。はい、メンバーの HP が回復した。おお、ジャンプしようと思ったのに。突っ込んでしまった、私が。さあ、行け行け行け。とりあえず4階よね。4階のルキアさんがおった部屋に。戻って渡したいものが。てか、あの人なんか移動遅いけど大丈夫なんかな。強い剣大丈夫なんか。え、強いんよね、あの人。もう勝手にね、若い男やとばっかり思っとったけんさ。もう、断然私より動き回れて、シャ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 って感じで敵をやっつけれる感じかなって思ったら、おばあちゃん出てきてびっくりよね。今までなんか、回想シーンというか、映像では何回もあのおばあちゃん出てきとったけど、まさかあれがルキアさんとは思わんよね。名前出てきてなかったし。何やってんだ端っこで。黒カビ小僧っていうぐらいやけん、建物の端っこにカビを生えさせようかな。あのハケで塗った場所がカビになっていくとかそういうことじゃないっていう、どうでもいい設定を探っていく感じ。今何階？ 2 階？まだ2階？もしかして。なんかさっきからどんどん階段上がりよるような気がするけど。でも多分2階の中で、ちょっとした階段を上がりよるだけなんやろうな。ほら、やっぱりまだ2階や。遅いよー、呪いよー。ここか、ここで。どこだよ。全然ここじゃねえし。ここか。あっち行ったら、よし、3階だ。ここが3階。そして、4階はどこだ？階段はどこだ？この階にはモンスターおらんのかな？なんか来るときにも、一匹もおらんかったよね。ちょっとそういう、なんというか、安全な場所が、でも雰囲気的に嫌いやけど。ね、そこから急激にこういう綺麗な場所に、お、上にのしかかってしまった。ここの雰囲気はすごく好き。ものすごく綺麗。ん？なんだ？コイミスライムあれどういう状態になったの？なんかもやもやもやーってかかっとるけど。さあ、やっつけろい。やべえ、結構なダメージあったね、今。プレイストナイトが受け取ったらちょっと大変やったよ。おし。さあ、もうちょっとでルキアさんのところへ。え、これどこ？これ今4階か。オッケーオッケー。あー、でかいでかい。
ああ、ぶつかった。てか、あんなの飛び越えれんよね。でかすぎやろ。どうやろう。あ、やべえ、ちょっと待って。うん、ありがとう。そう、体力がちょっとやばいなって思いよった。あとちょっと、ベスキングを回復してくれたら嬉しいんだけど。あ、よかった。狙われてないね。じゃあちょっと、ベホイミで、あるよね。マジックポイント。大丈夫ね。はい、ベスキング。そして戦う。ん?そして戦う。あ、捨てみ、ああ、よかったよかった。はい、ベホイミ。渡したいものって何やろうね。気になる。あ、てかちょっと私スカウトしとこっかな。誰もスカウトできていない。どうしよう、こっち行けるかな。行けんような気がするけど。おー、ほらほらほら、行けるかい。あー、銃いかんかった。行け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 。あー、スカウト失敗。怒られた、怒られたよ。これでもうどっちもスカウトできなかった。え、ホイミスライム。ホイミスライムがやられた。なんてことだよ。スライム系攻撃力高いんやけどさ、防御弱いよね。やーべえ、やっぱプニプニしとるけんかな。関係ないか。また後で満タンにしとこ。てか、みんな一気にマジックポイントなくなるな。経験値はいい感じだけど。まあ一匹いなくなったからっていうのもあるんだろうけどね。へい、じゃあ、これで満タン。オッケー。はい、ルキアさん来たよ。ここ?ここでした?全然いなかった。ここじゃなかったっけ?とりあえずなんか宝箱あるけん。守りの種を手に入れた。4回やったよね。目的地みたいなの何も書いてないな。こっち?あ、あっちか。ここだね。オッケーオッケー。はいはい、来たよー。囚人を逃がしてくれたみたいだね。ご苦労さん、よくやってくれた。なんでわかるんやろ、見えるんかな。さて、ブレイク改造装置をぶっ壊す前に、あんたに渡しておくものがある。何?お、なんだなんだ。リアクターに。未知のシステムデータを受信しました。戦闘ライドの機能を利用可能です。戦闘ライドってなんだ?戦闘ライドっていうのはね、戦闘中にも仲間にその魔物に乗れるようになる機能さ。戦闘中、あんたが魔物に乗ると、その魔物はいつもよりパワーアップする。ともかく、使ってみるのが早いさ。まずはチュートリアルをやってみな。何それ何それ、すごい。そんな新たなライドが、いきなりこれはどこなんだ?これより戦闘中、モンスターに乗る行動、戦闘ライドについてご説明いたします。早速ライドして戦ってみましょう。コマンドのライドを選んでください。これって自分に危険はないのかい?ライド。乗る。誰これ?何?チュートリアル中のモンスター?じゃあちょっとヘルコンドルに乗るね。ネクストライド。お、バトルライド。マスターがライドしたモンスターは力を得て普段以上の強さを発揮します。それ攻撃されたら人間もダメージ受けるよね、確実に。できる限りモンスターにライドした状態で戦闘すると良いでしょう。できる限りって何?モンスターにライドできない状態があるんやろうか。また、戦闘中にライドするモンスターを乗り換えることも可能です。あ、もう一回選び直し?ちょっと待ってね。ライド。乗り換える。オニオン。はい、戦う。なんか強くなっとんかな?よくわからんけど。モンスターの弱さを補うもよし、強いモンスターの力を高めるもよし。あなたの戦い方によって自由にライドするモンスターを乗り換えてください。ライドによりマスターとモンスターはまさに一心同体。しかしリスクも存在します。なんだ?ま、このままでいっか。戦う。そのリスクはなんだ?え、やられましたけど。ライド中、モンスターが倒されるとマスターは放り出され行動不能になります。放り出された次のラウンドは指示を出したり道具を使ったりすることができなくなります。それはモンスターたちも攻撃を繰り出してくれんってこと?ライドしたモンスターの HP に注意して絶対に倒されないように戦いましょう。なるほど。あ、一応戦うはできるんやね。戦うを選べるだけってことか。戦闘ライドの説明は以上です。では実際に試してみましょう。実際にとは。もう試してますけど。
イエーイ。戦闘ライドシミュレーターを終了します。今学んだことを実践でご活用ください。なるほどね。チュートリアルが終わったかい。大体のコツってのはつかめたようだね。これからの戦いで戦闘ライドはきっと役に立つ。使いこなしてみせな。なるほど。それでいい。それじゃあ本題といこうか。ブレイク化改造装置を爆破するために、これから3階の動力部に向かうよ。失敗はできない大事な仕事さ。頼りにしているよ、あゆな。頼りにされてしまった。けどまあとりあえず、今回はこの辺で終わっておこうかなと思います。はい、今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。今度から戦闘ライド。ライド機能ってどんだけあるんやろ。あと空中だけかなって思いよったんやけど、思った以上になんか深いね。